AFC アジアカップ。 Hello everybody and welcome to today's match。 スタジアムには多くのサポーターが詰めかけ、勝負の行方を見守っています。この時間は日本対ベトナム、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候ですが、今夜の天気は晴れの模様。シュート残ってる。さらにた、まあクリアが精一杯ですよね。片手から三笘、低いクロス、必死のクリアですよね。低いボール、どうだ、シュート。ここは大きくクリア、ピンチを出します。ドグンズ奪いに行きます。スルーパスを出ら、ベトナムカウンターを仕掛けます。自分で行く、シュート。スルーパスを出す、さあこぼれた。危ないシーンでしたがクリアの対応。三笘、さあここでカウンター。三笘から上田、右サイドへ振って、どうだこのシュート、パッと詰めている。日本先制。南野、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。キーパーからのこぼれ球をイメージできた。さあ日本先制、1対0です。1点取ったことで試合の主導権を握れますし、自分たちのやりたいことができますよね、はい、ここからさらに追加点が奪えるといいですよね。久保から右サイド、上田、いい反応。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。見事なプレーでチームを救いました。になります。日本届きません。大きなクリアでここはしのぎます。ローズウィーマイン、スペースへ、シュート。縦に送ります。もう一度中へ、遠藤、もう40分です。裏へのスルーパス、ここ来ましたよ。ちょっと長すぎました。スローインをカットします。シュート、これはキーパーこぼれた。いやー、これはナイスセーブ。これディフェ、ここで前半が終了しました。ただもう一点取ると良かったんじゃないかなとも感じました。取れるときに取っておくことは大事ですからね。 AFC アジアカップ日本対ベトナム、日本がまずは1点先制して後半へと向かいます。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。日本 1-0 リードです。ここは守備の対応。ウィフワン、日本がメンバーチェンジを行っているようです。早速動いてきましたね。ハーフタイムの交代は回数にカウントされないので、今後の展開次第では柔軟にカードを切ってきますからね。奪います。久保、裏のスペースを狙う。おっと、これはカウンターいきますね。谷口、
日本がこのセカンドハーフの序盤1点差でリードしているんですが、この後はどうご覧になりますか。まあこの入り方もそうなんですけども、大事なのは次の1点でしょうね。この時間帯の 1-0 は非常にシビアですからね。できれば早い段階で決めに行けたら最高ですよね。谷口、このボールをカットします。久保から伊藤。ナンバー14 coming on the field. Number 10, number 13, number 18. 裏を狙っていきます。どうだ。いけるか。ここは競り勝ちます。ベトナムとしてはこの形を続けていきたいでしょうね。いい攻撃できてますからね。そうですね。自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。遠藤。ドアへ。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としてはシュートまでの形。ミドル。キーパーこれよく止めましたね。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。ここからですね、空いてますからね。縦行くところですね。抜けてくる。これは合いません。ここは笛が鳴ります。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。いいですよね。直接わずかに右へ逸れました。いやー、いいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。富安。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。スペースを使う。いいボールですね。クリアです。ここはすぐ奪い返す。シュート。日本としてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。さあ、アディショナルタイム。アディショナルタイムは2分という表示。拾いたい。おお、来た。際どいボール。ここで笛です。1-0、日本無失点で見事な勝利。1点差のゲームを制しました。前半のゴールがそのまま決勝点。北澤さん、本日